低学年の部の優勝、原琴子さんです。琴子さんは現在朝日小学校3年生です。3歳の時に祖母に連れられて宮丸会に通い始めました。土日の午前中、タータンこと松山美恵子先生やマリナ姉ちゃん、そして謝る会のお兄ちゃんお姉ちゃんたちと一緒に島唄の練習とおやつタイムを楽しんでいますとのことです。本日は糸繰り節イトゥの2曲を歌っていただきます。では原琴子さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
お願いします。はい、こっち見てね。はい、琴子さん、去年優勝して今年はゲストとして2曲歌いました。今感想とか今の気持ちはどうですか？2曲ってここで2曲歌うのはちょっと初めてだったので、ドキドキしました。ドキドキしました。今ちょっと落ち着きました？はい。安心しました？はい。とても上手だったと思います。琴子さん、好きな島歌は何かありますか？欄干橋です。欄干橋、どういうところが好きですか？そのちょっと悲しい歌だけど、ちょっと悲しい歌だけど、ちょっと悲しい歌だけど、いい歌。歌ってたらどういう気持ちになりますか？ちゃんと間違わないかとか、ちょっと焦るとか思って、ドキドキするときが多いです。ドキドキしながらも上手に歌ってますね。はい、じゃあそうやって島歌を歌うときに、琴子さんが気をつけていることとか、先生からね、こういう風にしたらいいよとか、こういうところも気をつけてとか、そういう風にこう心がけていることとか、気をつけていることってありますか？声がガサガサになったりしないように気をつけている。声がガサガサにならないように。こうガサガサっていうとどんな感じかな？痛くなったりもしないように。じゃあいっぱい歌って練習するのが一番いいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。あと、琴子さんたちはよくおばあちゃんと一緒に奄美パークによく遊びに来てもらってると思うんですけれども、どっかの奄美パークのおすすめの場所とか好きな場所とかあったら教えてください。この中ですか？ああ、そうですか。はい。今日はですね、子供の日なのでお子様無料で入れますので、ぜひ中のホールの方もご覧ください。大人の方はお金支払っていただいてよろしくお願いいたします。はい、では原琴子さんに、はい、ゲストとして歌っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。